獅子しめじがお送りする千のカバーソング第13弾ということで、この企画はですね、獅子というバンドが、メンバー4人力を合わせて1000曲カバーソングをお届けする企画です。なぜそんなことしてるのかと言いますと、このご時世ね、もちろんライブ、CD をね作ったりとかそんなこともやってますが、それ以外にもっともっとね、このこうネットが普及している時代ですので、そこを通して、いろんな人に、僕らの音楽を聴くきっかけになってほしいなということで、まさかのメンバーまで歌う。僕はベースです。ベースです。はい、ということで今日はですね、ザ・ブルーハーツ、青空という歌をですね、お届けしようと思うんですけれども、この歌は僕が高校生の時にですね、グレイ・ラルク、X ジャパンなんかがこう楽器弾きたちの中で流行った中でね、うちのクラスで一人だけブルーハーツが好きな、こうちょっとこうなんていうんですかね、ブルースなギタリストがいまして、そいつの影響で、ブルーハーツにがっつり、ハマりました。そんな歌を今日はお届けしたいと思います。ブラウン管の向こう側、かっこつけた兵隊が打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに、yeah. 神様にはいろのパスポートをねだるなんて、本気なのか、誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ、隠している。その Thank you! っていうのが上手くなりました。